ヨハン・フィーア・ダンクは、ドイツの作曲家、バイオリニスト、オルガニスト。1615年に、ドレスデンにある、ザクセン選定校の宮廷楽団の聖歌隊員となり、宮廷作曲家のハインリッシュッツに支持し、死から称賛を受けた。さらに、バイオリンとツインクを学び、器楽奏者となった。この時期ドレスデンの宮廷には、バイオリンの名手、カルロ・ファリーナが在籍しており、大きな影響を受けた。 しかし、宮廷の財政が悪化する状況の中、1625年に、出津の推薦で、ウィーンへ留学した。1631年から1632年に、かけて、メクレンブルクギュストロー広告で、バイオリン奏者として使え、かつて在籍していたイギリス出身の作曲家、ウィリアム・ブレードの音楽に触れることができた。その後、リューベックやコペンハーゲンで活動し、 コペンハーゲンで、シュッツと再会した。またこの時期に、バイオリニストのヨハン・ショップ、ニコラウス・ブレイヤーラと出会い、彼らに曲集を検定している。1635年にシュトラールズンとの、聖マリア教会のオルガニストに就任し、その島で在職した。声楽曲では、モテットやカンタータ、気楽曲では、カプリッチョやパバーヌガイアルドなどの部曲がある。 インアイネムブリーフフォーム23セプテンバー1616 16アンクリストフ V ラスビマークトシッツヨハネスイストアインファイナーシジーマーメンシュハットインデアコンポジションガーアイネングテウントファンダメンタルアンファングコマクトドスボールホイトオーダーモーゲンフォンアイムエトワスズホーフィニストありがとうございます